はい、クーミンです。実はですね、パパとももちゃんとココナと夕方散歩に出てきました。ねえ、今日はね、風も爽やかで、ここのところね、お天気がいいと気候がいいと夕方お散歩、リーマンパパが会社から帰ってきたからちょっとだけ表出るんですね。で、今年は実はね、ごめんなさい、鼻ぐすぐすで今大泣きして桜をですね、今年は見ないぞって決めていたんですね。なんか桜には思い出がたくさんありまして、で、今日ベランダで洗濯物干していたら、ちょうどね、脇のとこに大きなね、桜の木が2つありまして、桜見たんですね。で、まあこの地域は桜がもう桜吹雪のピンクの絨毯に今までなってたんですけど、何年か前にね、ちょっと桜の木のムシムシちゃんで枝を切っちゃったのでちょっと少ないんですけど、実はここの今高台にいるところの、階段があって、向こうから階段上がっていくところの下で、ちょうど1年前ね、ポメラニアンのエミと、みんなでみんなでね、エミちゃんは最後の桜になったんですけどね、そんな思い出のところをちょうど上がることになっちゃって、で、桜を見ながらね、今大泣きしちゃってでね、今年は桜見ないぞって自分の中で決めてたんだけど、でもココナと今ね、モモはね、一生懸命パパと歩いてます、目の前をね。モモにもやっぱり思い出をね、作ってあげようと思って、出てまいりました。で、去年と同じ桜をね、見ました。でね、ちょっとね、ごめんなさいね、ぐすぐすと大泣きしたから、皆様にご報告があって、実はココナが今月に入ってから歩けなくなっちゃいまして、ちょっと歩き方がおかしいなと思ったんですけれども、歩けなくなっちゃって、で、歩き方がおかしいなと思って、でもこれはちょっとおかしいから病院に連れてかなきゃいけない、明日は病院休みだぞっていう時に、病院に急遽連れて行きましたら、もうその時は全く歩けなくなっちゃって、で、結局ね、ココナは背中が悪くって、ステロイド治療をずっとステロイドを飲んでいたんですね。で、先生の診断はもう多分歩けなくなるだろうと、で、手術しますかと、手術しかもう治る方法ありませんって言ったんですけど、もう保護っ子なので17歳以上過ぎていて、その病院生活とリハビリで時間を過ごすよりも、もうほとんど寝てることも多くってね、よりも一緒にいることを選びました。手術はしませんって即答で答えさせていただきました。でね、今薬を、ステロイドを増やしまして、でね、牽引って言ってね、首とね、体全体をね、もう引っ張ってくれるんですね。その牽引とステロイドをちょっと増やして毎日ということで、まずそれで10日間様子を見てみましょうということで、明日またね、行ってみてもらうんですが、実はですね、薬が効いているのか、今歩けてるんですよ。数日はね、尻餅をつきながら歩けるかな、歩けるかなっていう状況だったんですけど、ココナちゃん、ココナちゃんの話してるよはい、今は歩けてますなんですが、その薬も効かなくなってくるし、強いステロイド治療をずっとするわけにいかないので、歩けなくなるっていうのは、いつ来るかわからない状態なんですね。なので、できるだけ今ちょっと目が見えない、耳が聞こえない、もう鼓膜がね、なくなってるそうです。もしかしたら片方は保護される前にちょっと虐待にあって、なくなってる可能性はあるんですね。で、足の腓骨とかが折られていてなかったりとかしたんですけど、今はちゃんと復活して、骨もしっかり復活して、で、ダックスちゃんはね、ヘルニアになり安いんですけれども、ココナもちょっと歩けなくなって病院に行って薬を増やして、今数日っていうかね、10日にはなってないけど、病院歩けなくなってから、そこからは3日病院行って3日後ぐらいからはちゃんと歩けてまーすココナちゃん歩けてまーすね、
はい、で、もう老犬ちゃんでももも、ね、心臓弁膜症なんですけど、今一生懸命歩いてます、ももが。ママ、ね、お薬があって、今までね、うちに来てからね、チワワのももっていう子が、初めて見る方はわからない、あー首して、わからないと思うんですけれども、走ったところを見たことなかったんです。今はね、お薬がちょっと増えたんですけれども、走る感じ、ピョコ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 部屋の中でもできました。ももちゃん、ももちゃん来ました。はい、で、もともとね、もうここ2年ぐらいも、ココナもモモもあんまり歩かせないでっていうことだったんですけど、一応こういうとこ来て下ろして、そこの近辺だけね、歩く感じはね、自由にさせてあげようかなと思って。でも家の中今ね、スタスタと歩いてるからね。ね、パパ、ね、うん、ねえ、という、ココナが今そんな状態で病院通いしていますので、はい、ご報告でございました。でね、本当に歩けなくなっちゃって、このままかなと思ったら、はい、2度目の復活を果たしてくれましたので、また明日病院行って、先生にもしもししてもらって、うー、お腹空いたかな、うん、っていうご報告でした。それではね、ももちゃんとココナと、今年の2023年の桜のですね、思い出作りをして、はい、帰りたいと思います。それでは、はい、頑張ってます。ありがとうございます。